その後は荒井由実、私の中では荒井由実なんですけど、ユーミンの春よ来いにつなげてまいります。Thank you.
な張り込みだったかもしれない。ちょっと不気味な音で終わりました。で、本当はもうあったかい春の予定だったんですが、いや、春の次は夏ですよね。夏になったらひまわりが咲きますねというふうに持っていきたかったんですが、ちょっと今日は寒いのでその雰囲気が出ませんが、次にお送りしますのが、ひまわり。柳川のひまわりも私行ったことないんですけど、すごい綺麗なんですよね。ひまわりといえばソフィア・ローレンのひまわりがパッと出てくるのは年のせいでしょうか。じゃああと2曲ちょっとお付き合いください。博士太郎の曲2曲続けます。ひまわりと皆様ご存知の情熱大陸をお送りします。